すげえ、フリーザと互角に戦ってる。いや、それ以上だ。いや、やっぱりすごいや。さっきは悪かったな、貴様を舐めてたんだ。だが想像以上にできるんでな、実力を見せることにした。俺もだ、本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか。何？貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな。なんだと。そんなあと2回も。見せてやろう、光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。ピッコロさん、僕も戦います。くそ、待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ、今すぐだ。え、ふう、お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。どうり、ちょっと拝見。ピッコロさんから受けたダメージがなくなってる。おえっ、さあ、魔漢父さんも。俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない、貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だって、そんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ、あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う、早くやれ。
うわっ、それでいいんだ。ごはんこの場を離れるんだ。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿が見えてきたぞ。正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったな。お前たちを助けられそうもない。星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。子供には見えなかったようだが俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だねベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。
今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。本気を出してあげようかな。なんと、これが俺の限界だと。バカだ。そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。俺には これが限界だというのか。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくるわ。自分でも怖えくれえだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。